はい、皆さんこんにちは、さすらいです。ちょっとね、体調崩しましてね、先週1週間ぐらいちょっと寝込んでました。ちょっと扁桃腺が腫れちゃってですね、はい、早速今日はじゃがいも切りましたね。じゃがいもね、生のまま水にさらして、30分ぐらい水にさらします。皮を剥いてですね、芽を取って、でこれはサラダ油ですね。サラダ油とバターで、ちょっと多めのバターとサラダオイルですね。ごめんなさい、声がガラガラでね、僕の美しい声は聞けないんですけど、勘弁してください。平らになるように、重ならないように一列にじゃがいもを並べていきます。生のじゃがいもですね。これをですね、20分から30分ぐらい、かけて、きつね色にこんがり焼いていきます。これをじゃがいものリソレって言います。蒸したり火を入れたじゃがいもをですね、そのまんまバターでこんがり焼くやり方もありますけど、これを生のまんまやっていくやり方ですね。だからね、あらかじめ水でちょっとでんぷん質を抜いておかないと、生のままからやるにはひっついちゃうんですね。だから茹でたり蒸したりしたじゃがいもをバターで焼いたりするんですけど、この場合は、今日の場合は生のままからいきます。でこれでもう15分20分ぐらい経ったところですね。でそこにパセリを入れます。それとこれで後から塩ですね。出来上がる最後の方で塩します。はい、こんな感じできつね色ですね。中火ですね。中火で焦がさないようにやっていきます。はい、こんな感じですね。で今日はこれだけだとちょっと物足りないので、鶏肉があったので鶏もも肉のソテーをします。鍋は洗いません。そのまんま油を使います。パセリですね。あ、これ鶏ももこれ皮の方を水分を取って、身の方も水分を取って、よく水分を取って、はい、これ冷凍してたので水分が出てくるので、必ずペーパーで水分を拭き取ってください。塩コショウを両面にします。そして、温めたフライパンで油を引かずに、先ほどのじゃがいもを炒めたフライパン、そのままですね、皮目の方をじーっと始め、5分ぐらいは手でこう押さえつけます。切り目とか余分な油とかを取ってませんので、そのまんま焼いてますので、僕ね、切り目とか入れるのにあんま好きじゃないんですよ、チキンソテーの場合。だってうまみが逃げちゃうじゃないですか。ただでさえ冷凍してるのにね、うまみが逃げちゃうので、そのままいきます。で重しを乗せます。はい、重しがだいたいこの容器で 500g ぐらいありますかね。500から600ぐらい、これも20分ぐらいですね、かけてじっくりと弱火でいきます。はい、色的にはいいですけど、もうちょいですね、もうちょい焼き色つけます。ちょっとね、音がね、まだちょっと乾いた湿った音なので もうちょっとカリッと焼いていきます。途中でアロセですね、油をかけて、こういう風に油をかけて裏の身の方も焼いてあげます。火を入れていきますね。はい、これで25分ぐらい経ったでしょうかね。はい、はい、こんな感じで、はい、このぐらいの音ですね。で、お肉の方も身の方も少し焼いてですね、火を完全に入れていきます。あ、聞こえますか、この音です。コンコンコンですね。これこのぐらいまで焼きます。中火ですね。6段階の3の中火で焼き色をつけていきます。まあ、この油はですね、鶏の油とかも出てるんで、使いませんので、最後には捨てますけど、ちょっと旨味をこう返してあるためにこうアロセしてあげます。はい、こんな感じで鶏ももは焼けました。ちょっと皿を温めましょうかね。こんな感じで、はい、鶏ももはこれで焼き上がりましたね。で、別に取って、この表面に浮いてる油はこすらずにそのまま捨てて、そこに白ワイン入れましたね。ソース作ります。レモン汁、
ブラックペッパー、それを煮詰めます。ちょっとこれを5倍速にしてますね。煮詰めます。はい。でここに塩を入れますね。塩を入れて、これがソースになるんですよ。煮詰めていくんですよ。ずっと煮詰めていって、最後バター入れたいんですけど、バターさっき使ったので、ちょっとオリーブオイルでいきます。醤油ですね。醤油でアクセントを入れて、また煮詰めますね。ずっと煮詰めていって、最後オリーブオイルですね。同量ぐらいの、煮汁と同じぐらいの量のオリーブオイルを入れて、ゆるく煮詰めて、とろみがつきます。水にね、水分に油を入れるとバターでもいいんですけど、とろみがつきますよね。こうやって乳化作用っていうんですか、エマルジョン、合ってますかね。でそれをこれ焼きたての鶏の上からかけます。レモン黒胡椒風味のソースですね。これもね、パッと即興でやっちゃうから面白いんで美味しいんですよ。それでこんな感じですね。リソレしたじゃがいもの上に若鶏のもも肉のソテー、美味しいですよね。ビストロの一品ですね。これ、ね、あの上にロマランとかローズマリーとか飾ってもいいし、タイムとか飾ってもいいし、飾らなくてもいいし、皆さんも試してみてください。このソースはのじゃがいもにつけて食べてくださいね。料理人でよかった。